ンバスちゃん。カメラ回ってます。さあ今日はワクワクの緊急動画でございます。イエイ。ってことでね、なんと約3年ぶりのテレビ出演です。イエイ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 だなななパパパだなななイエイ。ということでミカちゃん、いやー楽しみですね。え楽しみですよ。実はですね、地元岩手県テレビ岩手さんのご機嫌なテレビ、その名もご機嫌テレビ、そのはい、こちらにね約3年ぶりに出演をねさせていただきます。それこそね24時間テレビだとかね、いろいろと出させていただいてまいりましたけれども、今日はなんと現在絶賛プロジェクトスタートしておりますパラリラ岩手三陸復興支援プロジェクト PR と、そしてなんとロビースタジオで生演奏をさせていただきます。歌声にはね、岩手の内陸約1500名の子供たちの歌声も入った状態でいるわけでございます。岩手沿岸、北は広野町、そして南は陸前高田市まで海に面した12市町村、ますますみんなで力を合わせて手を取り合って、そういう気持ちを込めて楽しくポジティブに音楽で皆さんにメッセージお届けさせていただきたいなと思っとるわけでございます。ということで今日も絶賛ミカちゃんに髪をね作ってもらって、あ、ミカちゃんどうもこんにちはどういう顔なの。ちなみに生放送なんで2022年の10月の13日木曜日夕方5時ね、動画が出てる頃にはもう生放送は終わってるわけでございますけれども、局の中はね映せませんけれども、まあ外観だとかね、どういう衣装で今回テレビに出させていただいたのかなっていうね、今日も派手派手で行くのかな、ミカちゃんどうなのかな、そちらのね衣装もお披露目させていただきたいと思っておりますので、いつものあのピエロ衣装とは今日はちょっと違いますよ。ということでその辺も楽しみにしていただければなと思います。はい、皆さんついに届きました、アンダーパスの震災復興支援プロジェクト、じゃじゃん、こちら。え、大丈夫ですか、あなた。こっちに来ると思った何が起こるかわからないですよ。タラリラ岩手三陸復興支援プロジェクト、2013年の4月27日にスタートさせていただいて、岩手の学び希望基金へ寄付していくというプロジェクト、200万円の目標額に向けて約9年で今現在約170万円、ありがとうございます。たくさんの方にご支援ご協力いただいて、目標額まであと30万円というところまで来ました。こちらは震災当時ですから、岩手の内陸の各市町町村バージョンのパラリラを作らせていただいたんですけれども、あれから11年が経ちました。ということで岩手沿岸の12市町村バージョンのパラリラを届きましたり、ということで早速ね開封式していきたいと思います。鑑定が楽しみでございまする。ミカちゃん楽しみですか楽しみです。そりゃそうだよ ね。いきますよ、はい、運命の瞬間です。せーの、じゃーん、マークです。いやこっちでしょなんだということで1枚取ってください。見たー、どー、印刷されてたポチッ。それでは開封します。シャッチャー。テレビ放送から13年、岩手県全市町村バージョンがついに完成となりました。街づくりを続ける沿岸12市町村バージョンを収録、はい、収録しております。こちらね2000円で販売させていただいて、はい、全額岩手の学び希望基金へこちらの CD の売り上げを寄付をさせていただきます。詳細ね概要欄に貼らせていただきますので、ぜひ皆さん CD 購入で応援をいただけましたら大変嬉しいです。はい、こちらの CD に収録されている12市町村バージョンなんですけれども、うん、沿岸12市町村の小学校にアンケートのお願いをしまして、はい、自分の町の好きなところ、自慢したいところ、そして食べ物おやつを紹介してもらいました。やったー、中開けてみよう。パパ、おー、ということでパッカーチョーンこちら皆さん QR コード、はい、今撮ってください。今イカちゃん、はい、寄ってください。すべてはこう、心配すんな、全部うまくいくんです。はい、大好き。パスカードもねこうやってパラリンチョーンと貼るわけでございます。岩手12市町村のね三陸の魅力がたっぷりと詰まった歌詞のね内容となっておりますので、ぜひ皆さん改めて概要欄の方からご購入いただければ、応援いただければとってもとっても嬉しいです。ということでミカちゃん、今から、はい、早速ねテレビ岩手さんの方に行ってみたいと思います。せーの、行ってみよう。
にちは、アンダーパスです。よろしくお願いします。みっこっちょ、はい、到着しました。それでは今からテレビ屋さんの局内に侵入したいと思います。潜入調査開始。あ、視聴者の皆さん、みなちゃん、テレビ屋さんの、はい、前でございますけどね。ということで今日リハーサルね、先ほど終わったんですけども、車内は行けないんですけども、外でちょっと今撮影させていただいて、ちょっと後ろに素敵なお兄様とお姉様がおられるんですけども、それは何ですか？もらった。ちょっとじゃあ登場していただきましょう。改めまして、こんにちは。こんにちは。うわうわ、めちゃうわ、イケメンな。そうですか？いや、恥ずかしい。ありがとうございます。声が素敵ですね。いや、ありがとうございます。お二人は何をしてらっしゃるんでしょうか？はい、役者をしております森裕司です。森さんと。ややこしいんですけど、本名本田の小野です。ややこしい。どっちだ。ということで改めて、宮田さん。違う、森です。森でございま す。よろしくお願いします。アンジャッシュの方ですか？違います。失礼しました。改めて劇団チリジリでございます。劇団チリジリは普段どういった活動されてるんでしょうか？普段はですね、大体こうみんなわらわらわらと集まって芝居をするような感じなんですけども、岩手は盛岡を中心に活動されている劇団の皆様。元々は、はい、盛岡第一高等学校の演劇部の人たちがこうギュッと集まって立ち上げた劇団が劇団チリジリなんですけど、頭良すぎます。まったく最初からポンプせい。今回の視聴者さん、盛岡一高って盛岡で一番頭いいところですかね、皆さん。これそのお二人天才です。こっちがです。僕は宮城なんで。そうなんですね。東北くくりですね、これはね。いや、そういうことです。はい、はい、あ、まあ頭がいいことに変わりはない。よろしくお願いします。よろしく頼む。こう、まあ、いろいろもう関係なくやるぜっていう人たちが集まって、はい、劇団を作ってあります。なるほど。じゃあ熱い志の皆さんが集まっておられるのが劇団チリジリさんということ ということで。じゃあせっかくなんで近々その舞台があるということなので、ぜひ PR していただければありがたいなと思うんですけども、はい、今回このフランクフルトが大きく書かれたチラシなんですけど、午後9時半には外にいたい、盛岡劇場の体感時間を守れる大人になるための40分に出演しております。はい、2022年10月26日から28日、平日にはなってしまうんですけど、夜8時と7時半からかなやってますので、よかったらチラシを見ててください。近いな。近いわ。ツッコミありがとうございます。大事なことを言ってるかもしれませんけれども、私ね、お二人の本番時間とちんないかと思ってちょっと気にしてるんですよ。大丈夫ですか、時間今。時間が、いや、ちょっと時間が、あ、はい、ということでミカちゃん、お家に帰ってきました。どん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 パパパ。目が見えない、目がないよミカさん。あー、ミカちゃん登場してくれましたね。いやいやいや、どうでしたかミカちゃん今日。はい、目が乾燥しました。いや、もう3年ぶりのね、地上波テレビ生放送出させていただきました。本当にね、ありがとうございます。感想どうですか？いろんな人に会えました。いや、本当にね、テレビ予定のスタッフの皆さんにも今回も本当にね、ご尽力いただきました。この場を借りて改めて熱く熱く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ここからね、また僕ら YouTube ももちろんそうですし、地上波のテレビだったりとか、まあ、様々なねイベントでももっともっと頑張って岩手の魅力、音楽、そしてエンターテインメントを通じて発信させていただきたいと思ってますので、皆さんぜひますますの応援のフォローどうぞよろしくお願いいたします。そして本日の動画もぜひグッドボタン、そしてせーの、チャンネル登録よろしくね。はい、チャンネル登録よろしくね。それではまた次回のドドドド動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。